できる範囲において一生懸命人々に貢献していただきたい。ご卒業おめでとうございます。集める。あ、よく入って。せーの。お。ああ、これこれ。双子ちゃん。はい。はい、大丈夫です。じゃあ、6枚のタケノコ。新型コロナウイルス対策は YouTube で見ることができますので、ぜひ見ていただきたいとは思っております。こういうパンデミックの時にも食べ物は最も大事だと思っております。有機栽培の安全な食事でやろうという When what has happened in the United States 種を守るシードバンク、これを地域に作れば、ね、私の生活に本当に必要なものかどうか、まあ、こういうことで農業、食料、健康をつなげていくと。温故菌、腸内細菌の恩恵、ホメオパシーの恩恵、万物生命そのもの自体に感謝し、命そのものを生きられることを。孫やひ孫の時代に日本がどうなってるか。農業っていうのは喜びいっぱいあります。苦しいこともあるけど、やっぱり喜びの方が多いかなと。自然と共に人間は生きないと、何としても心がすさんじゃうんですよ。自然と共に生きる、これはもう農業という食の素晴らしさだと思います。ありがとうございました。なぜ第10回、農と食のシンポジウムをしようと思ったのか。それはもうひとえに種苗法ゲノム遺伝子組み換えです。種苗法を超えてお話できますこと、とても嬉しく思っております。いろんなゲノム編集食品がこれから世の中に出ていくというところじゃないかと。農家の人たちが種とどう向き合っているかというか、その問題、そこをやっぱり伝えたいなと思って作りました。小児科と内科のクリニックやってまして、もともと今回その新型コロナウイルスの問題というか騒動が始まる前からすでに遺伝子組み換えのものであるかもしれませんし、ひょっとしたらゲノムも出てるかもしれないというね、この危惧を感じましてですね、これはもうなぜ危険なのかっていうのを私なりに考えて発表したいと思っております。一人一人が立ち上がっていただきたいというふうに切に思います。失礼します。よろしくお願いします。怒りですね、この思い、本当に世論と運動を大きく広めていきましょう。はい、国会に来ました。今日は皆さんのね、サインしてもらったものはね、16,600ぐらいあります。議員さんのところに持っていきたいと思います。私は静岡函南町で120単、16,626枚のサイン持ってきましたので、第21回 JPHMA コングレス、心に残る素晴らしいコングレスになりますのを記念して、本当にホメオパシーをその真骨頂をですね、見せる時だと思いますよ。皆さん、全国各地の自宅コングレス会場をオンラインミーティングでつないで開催しております。21回目のコングレス、本当におめでとうございます。沖縄会場おめでとうございます。はい、あ、トラコトラコ、ありがとう。ホメオパシーの助けを借りて、私たちがインドで行っていることを皆様と共有します。会場の改善における肝機能の関わりについて、フラワーエッセンスの歴史における非常時エッセンスというものを紹介していきます。
私たちは今静岡県函南町の大豆畑にいます。土作り温古菌のことで発表させていただきます。やはりプリホサートのような除草剤を使っていませんので、生物の多様性を日々すごく感じます。農業にもあのホメオパシーを使ってます。はい、遺伝子組み換えゲノム品種にされていない種を守っていきたいと思います。豊受自然農では農薬や化学肥料を一切使わないお米作りを行っています。私たち東野スタッフは自然植物に感謝し、皆様に安心で安全な商品をお届けできるよう日々作業に取り組んでいます。 By the new generation of genetically modified foods, including gene editing. 化学肥料とか農薬を使っていた農業からどれだけ自然農に戻っていけるのか、魂レベルでも自分を救っていただきたいと、人々の中に出来事の中に神仏を見出して、そして人々や社会に尽くしていこうじゃないかと。ありがとうございました。ゆいめいや会長ありがとうございました。ホメオパシーできたあー、芋パパこんなこんな取りました。甘くて美味しい、もう安心して食べれる。いただきます。種は大事、種は大事。じゃあ仕込みがあるんですいません。はじめ相手高さ落とし、竜巻落とし、はい、隠し玉負けましておめでとうございます。